どうも、アパーパゲームズのジェです。今日も時のオカリナを続きやっていくよ。で、前回はね、ゼルダ姫がね連れて行かれて、新しいね時のオカリナというものをもらって、それを持って、時の神殿に行こうというところからだよね。じゃあナビーも一応話聞いておきます。ゼルダの言ってた通り、時の神殿の中を調べましょう。了解。時の神殿行かないといけないのか。いや、まさかね、あの夢の出来事がね、今起きるかとね、びっくりしたわ。マジでまさ夢になるんだと思った。ここの村人とかの会話も変わってたりすんのかな。喋りかけてみるか。こいつなんだか怖がってるぜ。情けねえな。もうちょっとで黒い馬に蹴り飛ばされそうになったんだよ。あ、やっぱ話変わってるね。ガノンドルフでやっぱ話変わったわ。さっきこの辺に可愛い女の子がいたけど、お城へ行ったみたいよ。いやん、お城が妙に騒がしいな。坊主も気をつけるんだぜ。何か恐ろしいことが起きる予感がするぞ。この町を出た方がいいのか。みんな勘鋭いな。すごいね。路地裏、俺こっち入ったことねえな。坊や、いいことを教えてやろう。お城の近くには不思議な泉があるだし、それだよ。行こう行こう行こう。時の神殿行こう。いやさ、俺時の神殿行ったことあったっけ。場所いまいち分かってないけど大丈夫かな。怖っ。こっちか。こっちっぽいな。ずいぶん迷ったな俺。あ、ここだな。なんかここっぽくない？こっち来たことねえよな。ずいぶん街の中迷ったわ。ここが？時の神殿。やっと来れた。あそこにはめて、オカリナを吹くってことでいいのかな。そう、俺もうこの曲吹けるからね。ドゥ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 ってやつ。三つのくぼみがあり、文字が刻まれている。三つの精霊石を持つ者、ここに立ち、時のオカリナを持って、時の歌を奏でよ。来ました。今、もうその時が来たよね。と、刻まれてる。どうやって、あ、もうここに立って、上吹きゃいいの？待って、忘れちゃった。なんか、A いるよね。ダメだ。俺じゃダメだ。ちょっと見ます。全然俺のセンスがなかったわ。リズム感な。大体よ。これで話が進むのかな？おい、三つの精霊石を使って、どうなんだろう？俺的にはもう中盤超えてる。あとガノンドルフだけな気したけどな。どうなんだろうこれ。これ何が起きんの？トライフォースが来るんだっけ？この三角形の。開いた。いいね。これここ、キッパでいいの？取られない？ちょっとキッパで扉開いたんで前行ってきまーす。なんか光ってる。え？今チラッと見えたんだけどさ。J、あれは？いや、俺も気になったよ。そう。まだ言わないけど。これ、俺知ってる。マスターソードじゃない？これ、伝説の剣。マスターソード！うん、聞いたことあるよ。有名だよね、ああいう、なんか刺さってるやつ。いや、俺抜けるかな？抜けるか？勇者にしか抜けないみたいな剣あるよね、こういう。あっさり抜くんかい。お前結構あっさりいったな。もっと力んだりしろよ。え、ムキムキ出てきた？あ、じゃあ、この音は。
ガノンドルフ。クックックック。ご苦労だったな、小僧。俺の思った通り、時の扉の鍵はお前が握っていただな。お前がこの俺を聖地へ導いてくれるとは。感謝するぞ、小僧。なんか楽しくなっちゃってる、俺が。J、目覚めよ、選ばれしき者よ。J。なんだ、誰だ、サリアか？なんだ？どこここ？ん？水が流れてんのか？風？なんだお前。初見だな。初見さんいらっしゃい。ゆっくりしてってねん。わしの名はラウル。この昔、時の神殿を作り、聖地との道をつなぎし者じゃ。ここは、賢者の間。聖地の要である。光の神殿に残された最後の砦。お前が時の台座から抜き取った、大魔の剣、バスターソード。それが聖地への最後の鍵だったのじゃ。J よ、落ち着いて、己の姿を見るがよい。己の姿？あ、自分で自分見、俺の知ってるリンクだ、これ。あれ？さっきと全然違うんだけど。どういうこと？どういうこと、これ。いや、なんとなく、時が関わってくるから、なんか成長するんだろうな、っていうのはね、予想はなんとなくしてたんだけど、ここで来るんだ。見て、J。大きくなってる。成長してるよ。どういうこと？記憶はどういうこと？ちょっと経っちゃったってことなの？時間が。どういうことなんだろう。マスターソードは、心は悪しき、悪しきものは、決して触れることのできない聖剣。そして時の勇者として、近くあるものが、台座から抜き放つことのできる剣。しかし、お前は時の勇者として、まだ幼すぎた。うん。子供だったもんね。それゆえお前の魂は7年間眠り続けた。なるほどね。俺の中では一瞬だったんだけど、あの間で7年経ってたってことでいいのかな、という認識でいいの。そして今時の勇者としての目覚めの時が訪れたのじゃ。ええ、すごい。なんかまだ鳥肌立つわ。こういう感じなんだ。設定すごいな、これ。今一度思い出すがよい。ハイラルの平和を願って、お前が開いた時の扉から、この禁断の聖地へ、あろうことが、ゲルドの盗賊王、ガノンドルフが侵入してきたのじゃ。奴は聖地の中心。この光の神殿でトライフォースを手に入れて、その力で魔王となったのじゃ。奴の魔力は神殿を通して流れ出して、わずか7年でハイラル全土を魔物の国と変えてしもうた。もはやこの聖地でさえ、わしの力が及ぶ場所はごくわずかの場所。この賢者の間だけに過ぎぬ。しかし、希望はある。我らには賢者の力が残されている。7人の賢者の力が目覚めしとき、賢者の封印は、すべての悪しき力をその彼方に閉じ込める。このわし、ラウルもその賢者の一人。そして、賢者たちと共に戦う力が、力。それが時の勇者なのじゃ。俺のことか。彼はマスターソードに選ばれしき勇者よ。我が光をその身に宿し、賢者の力を、己がの力とせよ。了解くれんのか？合体するって感じ？でもマジで話進んだじゃん。なんなら中盤どころじゃなくて今から始まったって感じじゃない？いえー、すげえな。俺あんなに序盤でじゃあ苦戦してたってことなのか、あのダンジョンで。だってここまでシリーズ今11本目ぐらいだよね、これ。すごいな。光のメダルを入手した。ラウルが賢者として復活し、勇者に一つの力が宿った。何の力これ？何ができんの？
何ができんのかな。6人の賢者に会い、ハイラルを救うのじゃ。了解。新しい任務だね。今までは精霊石3つ集めろっていうあれだったんだけど、集め終わった後は、大人になって、7人の賢者を集め、ガノンドルフを倒すというストーリーになっていくのか。え、すごいね。じゃあこれ俺、寝てたのか、ずっとここで。ジェイ、時の神殿に戻ったみたいね。本当に7年も経ったのかな？あれ？子供の時使えたのに使えなくなった武器があるみたい。とにかく、ここから出るしかなさそうね。何が使えなくなったんだろう？何の武器が使えなくなった？盾かな？あ、持ち物は変わって。誰だ？後ろにいた。抜け。そうだ。俺も抜いてた、今、剣を。待っていたよ、時の勇者。ん？世界が魔に支配された時、聖地からの声に目覚めし者たち、5つの神殿にあり、一つは深き森に、一つは高き山に、一つは広き湖に、一つは屍の館、やしなんだっけこれ、屍の館に一つは砂の女神に、目覚めし者たち、時の勇者を得て魔を封じ込め、やがて平和の光を取り戻す。我らシーカー族に残る神殿についての言い伝えだ。お前シーカー族なんか。僕はシーク、シーカー族の生き残り。シークってスマブラに出てくるよね。シーカー族の生き残りなんだ。伝説の聖剣マスターソードを持つ者、それが時の勇者、俺だな。君が言い伝えを信じるなら、5つの神殿を探し、5人の賢者を目覚めさせる他はない。今、森の神殿で1人の賢者が目覚めの時を待っている。君がよく知っている少女だ。サリア？サリアだよね。大人になったサリアは賢者だったのか。しかし、神殿に、巣を作るやつらかな。魔物の力で聖地からの声をその少女に伝えることは不可能だ。じゃあ、オカリナで会うことはできないんだ。オカリナで話すことができないのね。そして、今の君には神殿に入ることさえできぬはず。なんで？僕の言葉を信じるなら、まず、かかりこ村へ行くがよい。いいね、ジェイ。かかりこ村ね。了解。いえ、大人になってる。声も変わってるよね。強くなってんのかな？マスターソードだしね。で、何が使えなくなって、テクノボーパチンコブーメラン使えなくなってんだ。爆弾も持てなくなってんじゃん。ほら、ゴロンの腕がないから。で、潜ることはできるのね。なるほどね、ここのさ、なんのこれ、開いてんだろうなーと思ってたら。やっと半分来たみたいな感じなのか、この。こっからどんどん面白くなっていくんだね。現在地は城下町。結構変わってんのかな、町の感じは。かかりこ村行くか。かかりこ村は山のあの下の村だよね。ここまず行ってみるか。みんなじゃあ、7年を時が過ぎて、俺だけ時が止まってるって認識なのか。浦島太郎現象ってやつ？この神殿パクられてないんだね。楽しいなぁ。ボリュームマジでやばくない？これ。こっからか。常に、もう、すでにさ、うわ、変わってる。めっちゃ真っ暗になってんじゃん。すでにもうプレイ時間めちゃくちゃいっててさ、俺。それなのに、まだまだ遊べるって楽しみが広がるわ。いろんな人に喋り、は？誰お前。やばいって！これ敵か！人かと思った。え？こんな荒廃してんの今。
荒廃した世界ってことなのか。うわーすごい変わっちまったな、7年経って。まあ、こいつらなんか倒しても美味しくねえわ。とりあえず行くか。外はどんな感じになってんのかな。曲は変わってない。うわもう行けなくなっちゃったじゃんこれ。え、大丈夫かな。もう来ることはないのか。とりあえずかかりこ村行くか。え、すごいね。なんかあっという間の出来事だったね。いや俺もさ中盤差し掛かってて、子供の状態でさ、まあガノンドルフと戦うのかなみたいな感じで思ってたらさ、まさか青年の姿になるとはね。まあ俺も馴染みがあるリンクの姿ってこれなんだよね。そのスマブラとか、俺がリンクを想像したリンクはこれだから、これで進んでいくのかな。でもここで何するって言ってたっけ。ここでいろんな人の話聞くんだっけ。はっ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 は、こいつハイラル城下から逃げてきた。より一層臆病になって、いやあれは逃げた方がいいよ。すごいことになったもん。え、俺本当に見たんだよ。とっくに死んだはずの深森断平がお宝を持って自分の墓に消えていくのをさ。あ、なんか墓あったな。俺も探索途中で墓見つけたな。あの時はさ、まだなんか中に全然入れなくて飛ばしちゃったんだけど、地位でお願いします。何か売ってください。お願いします。いや、なんも、これ売るか。売れなかったわ。どこだっけ、お墓。こっちはデスマウンテンの方だよね。墓どこだっけ。こっちか。こっちな気がすんな。昔この村には真実を見る目を持つ者がおった。真実を見極めるために心の目を鍛える他はない。だがその者はどうやら特別な方法を使ったらしい。その者の住んでおった家は今では井戸になっておる。井戸に行けってことなのかな。井戸あったよね、幼少期時代。子供の時になんか井戸見つけた気すんな。新しいコッコができたの。手乗りコッコっていうのよ。この子なら鳥肌立たないの。コッコはね、寝ぼすけを叩き起こすのによく聞くでしょ、有名でしょ。コッコの方もコケーとやって寝ぼすけを起こすと満足するのよ。でも私のコッコ、今ちょっぴり欲求不満気味なの。あんたってコッコの扱いってうまそうね。じゃあこの卵をあげる。生まれたらコッコのご機嫌を見てあげるから持ってきてね。どう？やってみる？まあとりあえずもらってるものはもらっとくわ。なんか良さそうね。え、井戸がなんとかっつったら、井戸ってここの井戸のことかな。ちょっとだけ入ってみてね。やばい。ん？ダメだ、まだか。この井戸じゃないのか。戻りやす。ピコピコなっちゃってうるさくなっちゃったけど、あまり受け身がちゃんとできないんだよね。難しい。で、今話した感じでいくと、墓地に行くってことでいいのかな。ここだよね、墓地って。ハート出てこねえかな。ポーションじゃなくてハートが欲しいんだよな。よっしゃ、行ってみっか。こっち。ドキドキ穴掘りツアー、新しい墓盛りが見つかるまでツアーは中止いたします。
ッケー、うまいね。リンクは自分のことどう思ってんのかな、何年も経ってさ。お、入れる。墓守の日記がある。読んでみる、読んでみる。これを読んだ人、オラの墓に、墓の中においで。伸び縮むする、片身をあげます。あなたのお越しを待っています、墓守ダンベ。伸び縮みするやつってなんだ。伸び縮みだろ、何がもらえるの。こっちか。いや、それはずるくね、壁ん中は。いや、それは反則やろ。ここでいいのかな。でもさ、ここ前行った時さ、闇に潜む者が行く手を阻む。なんだ、コッコ起こすのかな、とりあえず。大人になったリンク弱くねえか、体の使い方が下手になってない。ただ俺のミスか。パチンコとか使えないんでしょ今。え？これさ、注目してたら倒せなくね？ブーメラン使えるようになりてえ、また。OK、無理やり、無理やり倒した。全員倒したら開く？え、これさ、前開かなかったよね。幼少期の時行ったら。え？開いた。ダンジョン？閉まってはない後ろ。だから大人になってからの初のダンジョンかな？ここ絶対おったらやばそう。なんだこれ。すごい誰かの声が聞こえたね今。あーって。これちょっと硬いんだよな。マスターソード。やばいやばいやばい。ハート欲しいね。この歌を王の一族に捧ぐ。読めないな。昇る太陽、やがて沈む生まれしき命、いつか消えゆく。暗号？太陽は月に、月は太陽に。生ける死者には安らかな眠りを。なかなかいい詩だ。ん？こんなところに何か書いてある。作曲家兄弟の秘密のメロディーだ。早い。早い。右下上、右下上。右下上、右下上ね。了解。これが何の曲？知らないな。これで暗くなった。暗くなっていいのこれ。太陽の歌を覚えた。これを覚えることに何なんだろう。ここが開くだけかな、とりあえず。この世にはすげえなまったな。この世にはこの世に迷う魂を、太陽の歌を持って沈めよう。誰か太陽の歌で沈めなきゃいけないのか。了解。ちょっと待って、俺死んじゃうぞこれ。とりあえず曲はゲットした。やばいやばい。これ何、近づくと止まるの俺に。
なるほどね。誰かの声かと思ったら、こいつの声なんだ。了解了解。まあ、これででも、曲は覚えて戻ることができんじゃない。戻ったところで誰にこの歌を。なんだろうな。すごい。あ、やべ。ハートくれ、ハートくれ。ゴーストポーを倒した。瓶で捕まえますか、捕まえとくわ。何それ、瓶で捕まえますかって。幽霊瓶で捕まえるものだっけ。これさっきさ読んだよね。キム赤起こしだから、これで起こすのか。どれが誰の墓かわかんねえけど。危ない危ない、ちょっと回復したいね。あ、これがこいつの墓かな、断片の。この地に眠る魂。王家に仕える民。民。民。チーカー、ここにかりっこに村を築き、眠れる魂を守るもの。チークの言ってたことを信じてかかりこ村に行ってみる。かかりこ村来たよ。え？かかりこ村来たけどね。一応話は進んでんじゃないのかな。右下上ね、右下上、右下上。右下上か。これで蘇んない誰か。ほい。あ、時間が変わんのか。温めた鶏が、あ、これ時間が変わる笛なのか、これ吹いたら。あ、結構良くない。そうしたら今までさ、時間過ぎるためには外でさ時間潰すしかなかったけど、これで思い通りにさ、時間を変えれることができたら強いわ。で、コッコが今、生まれたよね。ちょっとこのお姉さんに渡してくるわ。できたよ。コッコ生まれた。はい、じゃーん。え？誰か起こすのか、これで。これであの墓で起こすのかな。誰か起こしたいっつってたもんね、このコッコは。誰か起こすために生まれてきたもんね。で、笛の音ゲットして卵を育てたから、やっぱここに関係あんのかな。これちょっと使ってみるか。コッコはどこだ、ここか。ダンペイどこだ、ダンペイの墓。これ誰、ここは作曲家が眠るところなんだ。おっと危ねえ、誰だお前。あ、幽霊強くね。あ、Z で注目しちゃいけないのか。こういう感じで倒さないといけないのか。ナビ使えるな。ここは誰の墓？これは作曲家の弟の墓。ダンペイの墓どれ？ダンペイどれだ？掴むって、何掴むって。
え、どういうこと？墓荒らしってこと俺。どういうことこれ。何掴むって。今さ、ダンペイの墓探してイジイジしてたの、ずーっと。ずーっとイジイジしてたの。開いた。何ハテナ。いや、俺もハテ。へへ、兄ちゃん、足に自信があるだか？こう見えて、オラは自信あり、ここでオラと競争するのだ。ついてこれるもんなら、ついてきんな。ついていけばいいのかな？このままでいいの？どうすれば勝ち？これついていければ勝ちなのかな。競争でしょ。俺越さなきゃいけないのこれ、もしかして。これでいい？これでいい？これでいいか。炎を避けつつね。で、これさ、絶対越せなくね？こいつを越せないんだが、俺。ついていくのでやっとだよ。うまっ！見失った！あー、合ってた合ってた！くっそ、あいつずるくね？なんで飛んだんだよ！間に合え、間に合った。で、いいのか。ただいまのタイム1分14秒。やるな、兄ちゃん。オラの足についてこれるとは、いい走りをしてるじゃねえか。あ、じゃあよかったってことなのか。ご褒美にダンペイさん秘蔵のお宝をプレゼントする。フックショットっていうだ。先っぽが刺さりそうなところへバシュッと飛んでいくだ。いいだろ？役に立つぞ。オラはずーっとここに住んでっから。また来いや。そん時まだいいもんやるからよ。それからな、帰り道には気をつけていきな。え、これ超重要アイテムじゃない？でかいもんね。でかい宝箱に入ってるもん。危ない危ない危ない。取んないで帰るとこあった、俺。おっきいリンクになってから初のでか宝箱ね。ごまだれ聞こえるよ。ごまだれ。伸び縮みするってこれか。フックショットってなんか聞いたことあんな。Cを押しながら、これで狙いって、Cで放つ。ちょっと装備してみっか。ここで。これでいいかな。ポイントで、でもう一回。どこを掴まれるようになるんだ、これで。ナビ行こう。これ、時の扉と同じ模様ね。ってことは笛吹くってことか。OK。ちょっと難しくなってくんな。俺にももっと簡単ななんか楽譜くれ。OK、開いた。開いた？開いた？なんだこれ。なんでこの帰るときにこういうギミックあるんだよ。俺しか手こずらんぞ、この謎は。ん？なんかすごい聞いたことあんの、俺、この曲。ほぼ。ハートの器あるからね、せっかくだから。ラッキー。今集めた体は2個。かけらは2個か。OK。なんか下にいるやつちょっと喋りかけたいな、俺。何これ、なんだそれ。あ、後ろか。なんか俺、ちょんまげがくるくる回ってんのかと思ったわ。ムカ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 ー。俺は7年前のあの日、ここで起きたことを忘れないぞ。ムカムカムカ。何が起きた？あのオカリナ小僧め、今度来たらボコボコだぜ。ムカムカムカ。え、俺なんかやったっけ昔。会うはずのなんかと会えてなかったな、俺こいつと。この俺、ちょんまげかと思った、これ。頭のさ、ちょんまげくるくる回ってるから何やつと思ったら。全然そんなこともなかったわ。
ここは？ここに繋がるんだ。さ、フックショットをさ、どんな感じで使えんの？捕まれなくね？まあまたなんかあんのかな？これを使う。すごいムカついてるじゃん。お前、オカリナ持ってんのか？俺持ってるよ、オカリナ。キー！ 7 年前のことを思い出しちまうぜ。あの日、悪魔のような小僧がここで変な歌を演奏して、風車にいたずらしやがったんだ。忘れもしない。この歌だ。A 下べ、A 下べ。これ覚えやすいね。ここの曲か。これなんか俺結構心地いいんだよな。なんでだろう。めっちゃ聞いたことある。7年前の俺も吹いてたか。 J 7年前の J が歌ってた。これ覚えた。なんか雨が降るんだ。あーやばいね。やばい、危ないね。くるくる回る。嵐の曲で嵐が吹けるようになって、太陽で太陽できるようになるのか。了解。これでじゃあもういいのかな。とりあえずかかりこ村は。じゃあちょっと探索パートっていうかブラブラしてみようかな。7年前だからさ、昔の仲良かった人たちに会いたくない？ここはどうなってるかな。おきさーいるかな。え、コッコしかいない。大丈夫かな。ウィース、大きくなった J だよ。え、誰もいない。あ、いた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 。おっさん。俺のこと覚えてるか？名前なんだっけ？俺が牧場を騙し取ったなんていう噂をしてる奴がかかりこ村にいるらしいが。ふざけんじゃねえ。タロンの野郎がお人よしさん、お人よしなんだよ。このインゴー様が一生懸命働いたから、今の牧場があるんだ。あ、いたね。なんかもともと狙ってたやつ。この牧場主になるぞ、みたいな。赤の他人の兄ちゃんなんかに文句を言われたくないな。それにガロンドルフ様が、この俺の腕を見込んで、牧場を任せてくださったんだ。俺は立派な馬を育てて、大魔王ガロンドルフ様に認めてもらって出世するんだ。そんなことより兄ちゃんよ。ここにいる馬に乗りたくねえか。10ルピーで馬に乗れるぜ。10ルピーで乗るわ。馬にそっと近づいて、馬の横に立って A でひらりと乗る。そのまんまじゃん。倒せば A 進む。走り始めたら A でムチを入れる。障害物を飛び越すときはムチ入れで十分加速してからまっすぐ走り込めよ。斜めに飛ぼうとすると馬は嫌がって飛ばないぜ。降りるときは馬が完全に止まってから A だ。じゃあ楽しんでくれよな。毎度あり。へへへ。うっそ、こいつも、ガノンドルフの。え、ちょっと待って。なんだ？馬乗るのか？何すればいいの？これ何すればいいの？え？飛び越えねえじゃん。もっと十分加速しないといけないのかな。行くぞ。え？飛ばなくね？ん？なんで？飛ばないんだけど、俺の馬が。馬が飛ばないんだけど、これどういうこと？おい、兄ちゃん、時間だぜ。10ルッピーぼっちじゃん。粘られても困るぜ。なんだこれは？何のイベントだ？俺さ、ここの牧場の曲吹けるんだよね。これ、エポナの歌。上、右。
上左右、上左右ね。これ吹くわ。俺馬にね、懐かれてんだよ。上左右、上左右。もう一回行くわ。オッケー。え、左右。これで、俺のなんか好きだった、昔覚えてた馬来てくんねえかな。いるかな。エポなの。来た。これか。やっぱ俺らの絆は。引き裂けん。ほら。簡単にジャンプしたもん。え？余裕じゃん。え、簡単。いや、覚えたわ。余裕だよ。これでどうよ。邪魔だよ、お前。話しやすいぜ。なんか勝手に戻されちゃった。ん？これ何のイベントなの？え？ Z 乗ったまま喋った方がいいぜって言われたわ、今。俺の馬で。俺の馬見せてやっからよ。エポナ来てくれ。クソ野郎に自慢してやるよ。ずいぶん腕を上げたじゃねえかよ。俺と一発レースしようぜ。この馬で、その馬でコース一周の勝負だ。賭け金50ルピー。50ルピー ?50 ルピーっすか。50ルピーでどうだい？オッケー、いいぜ。負けねえよ。エポナと俺の絆見せてやる。インコース有利じゃない俺。オッケー、前出た、前出た。このままインベタ、インベタ。オッケー、邪魔してる。進路妨害してる、俺。いいんじゃない？これ勝った？勝ったか？まだ？オッケー、勝ったか？え、余裕だったよ。クソ悔しがってんじゃん、見たかよ。くっそー。こんなことがガノンドルフ様に知られたら。で、てめえ、もう一度勝負だ。てめえが勝ったら、その馬、てめえにくれてやる。マジで？もう一回、いいよ、いいよ、いいよ。多分勝ってるから、俺これ。これお前ちょっとさ、フライングなんだよな。オッケー、前出た、前出た。このままインコースを、インコース、これ楽しいな。インコース絶対ずないで、ニンジン回復待って。簡単じゃんこれ。これ勝ちじゃね。さっきより早いよ。さっきより早い。その馬は、エポナじゃねえか。エポナだよ。その暴れ馬をいつの間にどうやって手なずけたのか。ガノンドルフ様にプレゼントするはずの馬をかけてレースで負けるなんて。ググググ、ハハハハ。約束通り、その馬はお前にくれてやる。ただし、この牧場からは出られねえからな。クソ、こいつせこいぜ。でもまあこれジャンプで、ジャンプで飛べるよ、そこ俺。ちょっとお前喋りかけたくねえんだよ、俺無知やりてんだよ。飛び越えてやるよ。エポナ行くぞ。さすが暴れ馬だぜ。
かっこよ。よかった、このイベントやってよかったわ。あれはいなかったけどね、女の子たち。え？馬はこれずーっとゲットってことでいいの？これ絶対いいわ、馬いた方が。馬はどういう判定なの？笛で吹けば来てくんのかな？これ楽だな。あ、いいね、これ。探索も超しやすいわ。これでもさ、一回降りたらどうなんの？え、このままさ、馬ってずっとゲットしたままなのかな？笛で吹けばいつでも来てくれんのかな？町とかこれ入って平気なのかな？え、次どこ行くの？迷いの森でいいのかな？どこだっけ？こっちだっけ？俺の故郷は。え、やった！なんか俺さ、ずーっとさ、冒頭でさ、ここのフィールドって大きいから、馬で移動できたらいいよね、みたいなこと言ってたよね。よかった、それが叶ったわ。オープニングでも、馬でさ、走ったりするもんね。オッケー、降りるわ。これ、後で笛吹いたら来てくれんだよね。どうだろう。まあ、いっか。とりあえず、フックショットでいけるようになったのかな、迷いの森。うわぁ。変わっちまったなぁ。ナビに話すわ。オーデクパッパ。飛び切った時に切ると直立するから、その時倒せばデクの棒になるよ。デクの棒じゃねえじゃねえかよ。木の実だったわ、ただの。いやー森ちょっとさ、誰かいるかな。もう村人いなくなってんのかな。いるじゃん、いるじゃん。うーん、お兄ちゃん、森に入っても平気なんだ。嫌なやつにいじめられなかった？デクの木様がいた時はあんなやつらはいなかったのにさ。外は危ないからずっと家の中にいるんだ。退屈でおかしくなりそうだ。ん？時止まってんの？兄ちゃん、なんで兄ちゃん妖精連れてんの？おいたたちの仲間じゃないのに。いや、仲間なんだよ、一応。俺、だから仲間だけど、7年経った姿なんだよね。過去中だ。うわっ。なんか、マジか、なんか。村の中が唯一安全な場所だったのにね。こっちもった。いらっしゃい。天使と話す。盾は売ってるぞ、剣は売ってないぞ。これ、オープニングで聞いたわ。お兄ちゃん、デクの盾は使えないよ。これは子供だけ。急に、メタ的な、ゲーム的な話になったわ。弓持ってな。弓一回も持ってないな。ちっちゃい頃も。ボスみたいな、でけえな。フックショットで倒す？マジで？マジで？フックショットで倒せんの？強っ！強っ！冗談でやったんだけどさ。まさか倒せると思わなかったわ。ちょっとサリアに会いたいよね。サリアに会うわ。どうぞ、村人なんか俺のこと覚えてないのかわかんないんだけどさ。気づいてくんねえから。サリアのとこ行くわ。迷いの森懐かしいね。てんてんてん、てて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 てん、でしょ。あの、音が聞こえる方に行けばいいんだよね。さあ、これさ、最初本当に、迷うよね。こっちか。で、こっちなんか俺ちょっと覚えてんだよね。やっぱ7年前の記憶ってあるから。こっち。おうおうおう、これ誰だっけ。なんだお前。こんな小切りっぽい服なんかでごまかされねえぞ。おいらサリアと約束したんだ。ここは誰も通さない。え、じゃあサリアの笛吹けばいいのかな。ててて、これなんだと思うんだろうね。こんな見たことねえ人がさ、サリアの歌を吹いてるぜ、みたいな。それ、サリアがよく吹いてた曲だ。
お前サリア知ってんのか？この曲、サリアが友達にだけ教えてくれる歌なのに。わかった。お前を信じる。お前見てるとなんだかあいつを思い出すよ。てかさ、みんなは時間経ってないの？こいつら成長を感じないよね。俺だけなの時間経つのって結局。どっちだっけ？え、こっちじゃないの？うん。このね、透けてるのをね、見て。僕も、こっちじゃないの。え、こっちじゃないの。くさ、くさ。こっちだ。このね、ちょっと前が見えるんだよね。ここじゃない。あれ、ここじゃない。あ、くさ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 。爆弾もらった。爆弾もらったってか、爆弾。あれ？あれ、どこでもねえんだけど。落ち着け、J。三択？三択来た？ここ、三択っすか？マジで？どっちだと思う？みんな。こっちか？え、どこだっけ？石がある方向だっけ？これ爆弾。爆弾で破壊すっか一回。ヒントあるかもな。爆弾は使えんのかな？爆弾出てきたしね、せっかく。何それ何それ。休憩タイム入ったわ。まいったピー。お詫びにデクの実をもっと持てるようにしてくれるピー。ただし40ルピーだピー。いや、欲しいな。持てるようになった。ちょっとやめろ。はい。まいったピー。お詫びに矢を売るピー。でも矢俺持てないんだよな。まあ、いっか、これなんか隠しステージなのかな。でだよ。でですよ。でですよ、みんな。俺はどこ行きゃいいの？こっちか？あー！行けた行けた行けた。このまま奥行ってみるか？